はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今プレイ時間が26時間11分まあそこそこプレイしましたね。中盤から終盤にかけてぐらいの、進み具合だと思います。でレベルなんですけども、主人公が66で、他のキャラクターはまあ50前後、それぐらいのレベルとなっております。で皆さん、上級職って取ってますか？上級職が4種類あって、そのうちの一つ発明家がすぐ取れますので、絶対取るようにしてください。俺まだ上級職一つしか持ってないんですけども、とにかくこの発明家便利です。むちゃくちゃ強い。ジョブアビリティも強いんですけども、サポートアビリティがもう神がかって強いんですよね。まあ、とりあえず発明家の入手場所、まだ入手してないっていう方のために行きたいと思います。スタートする場所がここ、ニューデルスターですね。こっからスタートします。では行きましょう。そんなにね遠い場所ではありません。ニューデルスターを出まして、で最初のところを上に向かいます。で突き当たりを右に行ったところですね。そこに、家がありまして、その中に、ギルドマスターがいます。そいつに話しかけると OK ですね。こっち行って、でここですね。この家もうすぐですよ。うん、ニューデルスターから出てもうほんとすぐのところにいますので、この人ですね、話しかけてください。発明家アーカーですね。で話しかけるとすぐに発明家、取ることができます。でも、アビリティをすぐに取ることはできないんだけども、まあちょっと進めば、必要なアイテムが入手できます。そのアイテムをこの人に渡すと、アビリティを一つ覚えることができます。4つアビリティを覚えるんだけども、最初の1個目、これ先駆けってやつなんだけども、とにかく役に立ちます。先駆けは本当にね、序盤から持ってると、すごく重宝します。装備者はバトル開始時に自身だけ最初に行動するってやつなんだけども、もう完全に、先制攻撃になるっていう感じですね。もう絶対先制攻撃、まあ不意打ちを食らわない限りですね、先制攻撃になるので、こっちから攻撃ができます。なので、バトルにものすごく有利になりますし、オクトリンやキャットリンなんかが出てきた時に確実に倒すことができるようになるので、絶対に発明家は取ってください。これ間違いないです。で、一つ目はね結構すぐ解放できるんだけども、その次その次その次になるとちょっと進めないといけません。で後で覚えるやつも、結構神がかったアビリティでして、2回目に覚えるのがこれ、改造アクセサリーですね。アクセサリー装備してると思うんだけども、そのアクセサリーの能力値が 1.5 倍になります。これね、後々入手できる、結構強いアクセサリーあるんですけども、その能力値が 1.5 倍になるととんでもないです。ものすごく強くなる。なので改造アクセサリー、これはいいですね。でこの逆境はね、まだ俺はあんまり使えてない感じですね。瀕死になった時に、バトルポイントを2回復する。もう瀕死になったらもうすぐやられちゃうので、今のところはまだ使えてない。うん、まあ1で HP 残るやつをつけてこれをするといいのかな。どうなんでしょう。でそして最後に覚える努力の結晶、これもやばいです。装備者が習得してるジョブアビリティ一つにつき、物理防御と属性防御をプラス1にするって感じですね。俺まだねジョブアビリティそこまで取ってません。うん、全然取ってないかな。それだとしてもすでにプラス48、防御力が上がります。これね全部もう複
通のジョブから上級ジョブまで全部取っていくと、おそらくとんでもない防御力になる。うん、努力の結晶、これはやばいよ。まあこれを取るにあたっては結構アイテムが必要になるので、まあ中盤から終盤にかけてじゃないと、入手はできないと思いますけども、まあ最後はあれは努力の結晶はつけた方がいいんじゃないかな。どうでしょう、まだ全クリしてないんでね、なんとも言えませんけども、まあとにかくここ発明家すぐに取りに来てください。もう本当にね、最初に覚える先駆け、神がかってます。あれがあるとないとじゃ全然違いますので、ぜひ取ってください。はい、では今日のおさらいですね。上級ジョブの発明家はここニューデルスタから出て、すぐ行ったところに小屋があります。でそしてここのおじさんに話しかけるとすぐに、ジョブを入手することができますので、ぜひ序盤から取ってみてください。ものすごい強いです。はい、ではですね、他にも3種類の上級ジョブがあります。まだ取ってないんですけども、これから取りに行きたいと思います。ぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。